それではシアン選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。そうですね、大塚選手強かったです。はい。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？もうちょっと打撃のパンチ威力あるんかなと思ったんですけど、ね、そこまでパン、そうですね、まあ、負けてるんで、はい、なんとも言えないですけど、はい。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。そうですね、はい。まあ、みんなが見たいのは僕の倒すところだと思うし、僕は自分の仕事、面白い試合するっていうのが僕の仕事だと思ってるので、まあ、今後出れるのであればまた、ね、一発決めて盛り上げてっていう試合はしたいなとは思ってます。